植田敏子は、日本の漫画家。東京市生まれ、旧満州ハルピン出身、小酒井高等女学校卒業。本名、植田敏子。少女漫画の黎明期に活躍した、女性漫画家の一人であり、代表作に、ハルピンを舞台にした、不一さんなどがある。少女詩執筆の頃は、上田都子。新聞の執筆の頃は、上田都子。 その後に、上田敏子、とサンドペンネームを変えている。東京市矢沢区、郊外町に生まれる。父は、南満州鉄道の職員だった。生後40日で、満州ハルビンへ渡り、幼年期を同地で過ごす。ハルビンでの子供時代は、フイチンさん同様に、日本語と中国語を、ちゃんぽんで話していた。1929年、 小学校卒業と同時に日本へ帰国。この頃、少女の友に連載されていた松本勝児、僕ちゃんの躍動感のある絵に魅了され漫画家を志すようになる。1935年、兄の友人のつてで松本を訪問して指示。もっとも実際には、土曜日に松本に絵を店に決まるか罰かをもらうだけで。 松本花にかを教えてくれたわけではなく、それも、罰ばかりもらっていたという。しかしある日突然上田宛に、小学6年生からカットの依頼が入り、翌年には、少女画法に、カムロさんを掲載、その後、東京日日新聞に、豚とクーニャンを連載した。豚とクーニャンは、フイチンさんの前身ともいえる6コマ漫画で連載は1年、続いたが、 女性漫画家など考えがたかった当時としては、異例のことであった。連載が一年続いたことから、絵で独り立ちすることを決意して、かやぶき画で知られていた知人の向井純吉の紹介で、フランス式のクロッキー研究所に数年参加、二年ほどしてから、スイス人、コンラッド・メイリノガ塾に一年通った。 しかし、クロッキー研究時代の同窓で、漫画家仲間の塩田栄二郎によって、近藤秀作りに紹介されると、近藤から、君みたいな世間知らずは、漫画家には向かないと言われて、ショックを受け、1943年、社会勉強のつもりで、ハルビンに戻り、父の友人の紹介で、南満州鉄道に就職する。一年目は、部長秘書を務め、 二年目からは希望していたアイロカに移り、演芸班や遺門班と一緒に各地の兵隊や開拓団を遺門して回った。南満州鉄道の務めは二年半でやめ、その後、満州日日新聞ハルビン市局に4ヶ月勤める、うちに終戦を迎えた。終戦後一週間でソ連軍が進駐してきて、ハルビン市は混乱し、上田は中国人に助けられながら、 マンションに牢上その間ビアホールの看板を漫画で描いたり、タバコを売ったり、ハンカチに絵を入れて売ったりした。このことが荒廃した人々の心を、漫画の絵が明るくすることを実感。1946年10月、強制引上げ例が出たため帰国するが、駅で列車を待っている時に、父が八祖寺軍に連行され、一週間後に文化戦犯として処刑される。 引き上げ後は、炭鉱業界の機関指揮者をしたり、名入り塾のつてで、NHK の民間情報局。田川水宝の小回りや手塚治虫の映画的な、ストーリー展開を参考にしつつ、日本の子供たちにおおらかに生きることを願って描いた、作品で、上田の出世作となった。この時期、少女の友、ひまわり、少女、女学生の友などに、多くの作品を発表。 1955年9月、リボン創刊号より、ヒット作、ボンコちゃんを連載。1957年1月、少女クラブにいて、フイチンさんの連載を開始。ハルビンを舞台におてんばな中国娘フイチンさんが、活躍する物語で、これが、上田の代表作となった。以降、平凡日誌で、お初ちゃんを11年に及ぶ、長期連載。 1973年からは、明日のともに、あこ、ばあちゃんの連載を開始し、上田の死の前月まで連載が続いた。作品名に、ちゃんが含まれる作品が多かったことから、漫画業界では、ちゃんちゃん漫画家とあだなされたという。昭和40年代に、業界で非常に少なかった、女流漫画家同士の親睦を図り、健康管理のための情報を共有するために、 一ダースの会の結成を呼びかけた。会員は1969年時点では、上田のほか牧宮子、水野英子、渡辺雅子、今村陽子、細川千恵子、水谷竹白。1989年時点では、上田のほか矢崎武子、牧宮子、水野英子、渡辺雅子、江ノ木園、清浦千鶴子、亀井美恵子、今村陽子、花村栄子、 三ツは七か子、里中町子。2008年3月7日、心臓麻痺により、東京都の自宅にて死去。90歳没。同年8月26日から11月24日にかけて、杉並アニメーションミュージアムにて、追悼展示会が開催された。上田の画風は師匠である、松本勝二によく似た、スタイリッシュで、躍動感のあるものであるが、 この上田の画風の影響を指摘されている漫画家に高野文子がいる。石川淳によれば、高野は夫に、不一ちんさんを教えられてこの作品が気に入り、ラッキー嬢ちゃんの新しい仕事から大きく画風が変化、不一ちんさんのそれとよく似た絵柄となった。漫画家村上元かは2013年3月から2017年3月まで、 ビッグコミックオリジナルにて、上田の生涯を題材にした、電気漫画、不一賃再生、を連載した。ありがとうございます。